山中店再現 VTR 傑作選再生回数ランキングベスト30。これまで YouTube に投稿した再現 VTR の中から再生回数100万回を超えた VTR ベスト30を一挙大公開。まずは30位から21位。第30位、この人とは絶対に合わせられないと思う生活習慣の違い。三重県津市、すーちゃんのこの人とは絶対に合わせられないと思う生活習慣の違い。イタリアンレストランに行った時、夫が何を食べる時もお箸を使っていたこと。やめてよ。埼玉県埼玉市大宮の鬼嫁さんのこの人とは絶対に合わせられないと思う生活習慣の違い。ふう、あっちゃっちゃ。暑がりな夫がお風呂に入る前、冷凍庫に何かを入れていたので不思議に思っていたら、お風呂上がりに冷凍庫に入れておいたキンキンに冷えたパンツを履いて、はあ、キンキンに冷えたビールを流し込んでいたこと。暑い日はやっぱりこれだな。第29位、思わずドキドキしてしまった異性の言動。埼玉県川口市岡ちゃまさんの思わずドキドキしてしまった異性の言動。この服下ろしちゃおう。鼻金で友人と食事の予定があり、おはようございます。下ろしたての洋服で出社したら、同僚に、あれ今日なんか予定あんの？友達とご飯行くの。よくわかったね。うん、なんか可愛かったからとさらっと言われたこと。岩手県北上市気まぐれなさんの思わずドキドキしてしまった異性の言動。このお店初めて来たね。ね。彼氏とデート中。あ、見て見て。どうしたの？あの二人スマホケースお揃いだよね。他のカップルがお揃いにしているのを見て、私さ、今まで付き合った彼とお揃いのもの持ったことないんだよね。と言うと、じゃあ、俺と苗字お揃いにする？と言われたこと。第28位、今年出会った一番イラッとしたやつ。山形県山形市南さんの今年出会った一番イラッとしたやつ。優しいってよく言われるでしょ。本当？友人の紹介で出会った男性といい感じになってきた時、俺何でもはっきり言っちゃう性格なんだよね、と言われたので。でも陰で言われるより全然いいよ。だから私のことも何かあったらはっきり言ってね。と言うと、顔と髪型合ってないよね。え、あと彼氏ができないって言ってたけど、その男に依存する感じをまず何とかしなきゃだよね、とダメ出しが止まらなくなったこと。宮城県仙台市リボンさんの今年出会った一番イラッとしたやつ。どう？もう仕事慣れた？会社で、はい、ありがとうございます。てか先輩ほんとスタイルいいですよね、と後輩に言われ喜んでいると。私なんてただ若いだけで、え、先輩は仕事もすごいできて、私なんてただ若いだけで。遠回しにおばさん扱いされたこと。第27位、うちの親ちょっと痛いかもと思った時。高知県高知市プリンさんのうちの親ちょっと痛いかもと思った時。ねえお父さん、芸能人で誰が好きなの？そりゃもう断然吉高由里子。吉高由里子と結婚したかったな。こっちだって結婚するなら横浜流星が良かった。いや流星は無理だろ。俺と吉高由里子の方が可能性あるね。はあ、なんで私と流星は無理で、あんたと吉高の方が可能性があるわけ？お前みたいなやつ相手にするわけないだろ。鏡見てみろよ。何よ、そんなぼんやりした顔なんたに言われたくないわよ。吉高、両親がありえない内容で喧嘩していたと。大阪府門真市ポジティブさんのうちの親ちょっと痛いかもと思った時。早くこの
家族でドラマを見ていた時。そうだね。名前どうしようか。美しく咲くと書いて美咲はどうかな。美咲か、うん、いいね。妹が、お父さん、なんで私って美穂って名前なのと聞くと、それはお前が生まれた年に美穂のブルボンっていう馬がめっちゃくちゃ強かったからだと競馬好きな父が答え。何その理由、馬から取ったの、もう最悪。妹が嘆いていると、よかったじゃない、ブルボンじゃなくてと母が慰めていた時。第26位、私が男を見定めるちょっとしたポイント。兵庫県姫路市みどりんごさんの私が男を見定めるちょっとしたポイント。婚活で出会った男性とメールをするとき、明日車で行くね、埋まった、お昼はパスタがいいな、ハンバーガー。パスタなのにハンバーガーの絵文字など、あえて内容とずれたものを送り、あ、いやそれハンバーガーだし。ちゃんとツッコミを入れてくれる人は気が合う。東京都練馬区コンコンさんの私が男を見定めるちょっとしたポイント。お邪魔します。付き合った彼の家に初めて行った時。じゃあそこを座ってて。うん、ありがとう。ここね、わざと寝たふりをして あれ寝ちゃった。そっと毛布をかけてくれる男は信用ができる。第25位、社交的または人見知りすぎて失敗したこと。京都府京都市ピカピカさんの社交的すぎて失敗したこと。入社したての時、はい、社交的な私は部長に、まずは元気に挨拶することが人間関係を築く第一歩と言われたので、はい部長。毎朝、おはようございます、今日からお願いします、おはようございます、今日もお願いします、おはようございます。うるせえ、お前毎日うるせえんだよと叱られたこと。北海道苫小牧市玉拾いの天才さんの人見知りすぎて失敗したこと。中学生の頃、今日もいつものね、はい、野球部で坊主頭だった人見知りの私は、それから床屋さんの、今日もいつものね、に逆らえず、はい、40歳になった今でも坊主頭でいること。第24位、自分は人間がちっちゃいなと思った時。長野県佐久市水の子さんの自分は人間がちっちゃいなと思った時。私が担任をしているクラスで、先生、宝くじで10億円当たったらどうする？と生徒に聞かれ、そしたら先生辞めてハワイに家を買ってお手伝いさんを雇って贅沢に暮らすかなと答えたら、僕はね、困ってる人にお金を分けてあげるんだと言われた時。あ、そうなんだ。東京都杉並区ボンボンさんの自分は人間がちっちゃいなと思った時。会社で、マミ先輩お誕生日おめでとうございます。後輩たちがサプライズで私の45歳の誕生日をお祝いしてくれたが、ろうそくが1歳分多いことに気づき、これ1本多いんだけど、私の年代の1本差ってかなり大きな問題があるんですけど、誰が刺したのと大きな声で抗議してしまった時。埼玉県入間市お風呂猫さんの自分は人間がちっちゃいなと思った時。
会社で。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。なあなあ、あの新しい受付の子可愛くね。ああ、お前ああいう子タイプだよな。可愛い受付の女の子がお昼休みに家から持ってきたご飯にお湯を注いで、お茶漬けにして食べているのを見て嫌いになってしまった時。第23位、受け入れられない関西人または関東人の言動。岐阜県大垣市猫じゃらしさんの受け入れられない関西人の言動。初めてじゃない、うちに来るの。急な出張でほんま助かりましたわ。関西に住む義理の弟がうちに泊まりに来た時。そうだっけ、あの人遅いみたいだけど、うちでは気を使わずに過ごしてねと言ったら、あ、ほならお風呂を借りますわ。あのお湯沸いてます？え？と遠慮なく一番風呂に入り、風呂上がりにはビールとつまみを勝手に出し晩酌を始めていたこと。愛知県稲沢市タンポポさんの受け入れられない関西人の言動。夫婦でテレビを見ていたら、いや関西人突っ込むきついからね、テレビにも突っ込むんですわ。関西出身の妻が、関西人はテレビに突っ込んでますという発言に、そんなわけあるかいと突っ込んでいたこと。第22位、この人ないわと思う異性の言動。北海道旭川市スパタンクさんのこの人ないわと思う異性の言動。レストランで、これめっちゃ映える、え、かわいい、いただきます。パンケーキを食べていた隣の席の女性が、え、っていうか、え、ふわふわ、そうだね、え、これやばい、え、おいしい。必ず絵をつけて話をしていたこと。兵庫県尼崎市きなこさんのこの人ないわと思う異性の言動。普段は眼鏡をかけず会議の時にしかかけない私に同僚が、あれ、山下さんって目も悪いんですねと言ってきたこと。第21位、最悪だった男の言動。東京都八王子市レモネードさんの最悪だった男の言動。デート中、どうしたの？ごめん、ちょっと胃が痛くて。胃が痛くなってしまった私に、じゃあ飯どうしようかな。え？俺は食って帰るけど、お前一人で帰れる？と言い、気遣いゼロだったこと。千葉県流山市マッスーさんの最悪だった男の言動。ゆうくんが仙台に行ってもう3年だよね。そうだね。遠距離恋愛中の彼に電話で、こんな離れ離れのままじゃ私つらい、もう別れよっかと別れを切り出すと、もう無理だよ私たち。別れたくない、俺はお前との結婚考えてるんだと必死に引き止めてくれたが、不安な気持ちはわかるけど、俺は別れたくない。え？もしかして歯磨いてる？え？あ、何言ってんだよ。別れ話の最中に歯を磨き始めたこと。続いては20位から11位。第20位、特に理由はないのになんか鼻につく女。京都府京都市レモングラスさんの特に理由はないのになんか鼻につく女。カフェで隣に座ったカップル。かおりちゃん、何食べたい？かおり姫はいちごパフェが食べたいな。オッケー、じゃあ飲み物はどうする？かおり姫アイスミルクティー。いい年をして自分のことを姫という女。
東京都練馬区鈴目次郎さんの特に理由はないのになんか鼻につく女。最近本当忙しいわね。会社の後輩と癒しが欲しい。先輩、彼氏さんとかいないんですか？そんなのいないわよ。え、何？佐藤さん彼氏いるの？はい、実は。え、そうなの？どんな人？恋バナで盛り上がっていた時、そうですね、癒し系で一緒に住んでてラブラブなんですよ。同棲もしてるの？はい。ちょっと写真とかないの？というと、はい、彼氏です。彼氏と言って飼っている犬の写真を見せてくる女。第19位、同世代の言動を見て気をつけようと思った時。埼玉県新座市ゾロ目さんの同世代の言動を見て気をつけようと思った時。久しぶり。高校の同窓会で、香里ちゃん素敵な服だね。でしょ、この色香里のラッキーカラーなんだ。昔からぶりっ子だった友人が未だに、みんなまだ若いね、特に女子は全然変わんない。そうなのそうなのそうなの。卒業して20年経ったなんて信じられないよな。だよねだよねだよね。でもさ、あっという間に気持ちは高校時代に戻れるよね。わかるわかるわかる。同じ言葉を3回繰り返すぶりっ子ババアだった時。千葉県柏市ハラハラさんの同世代の言動を見て気をつけようと思った時。高校の入学式当日、私が友人と話していたら、ねえ佐藤さん、はい、三中なんでしょう。うん、和也先輩知ってる？私はちょっと。え、ちょっと待って、え、佐藤さんって私って言うの？はい。やばくない？やばいよね。私何がですか？え、ワイはワイって言うけど、え、みんなワイだよね。そうそう、ワテとかね。自分のことを私と言った友人がバカにされていた時。第18位、お前はバカかと言いたかったこと。愛媛県宇和島市小箱さんのお前はバカかと言いたかったこと。会社で、はい、来週の出張泊まりになるからホテルに取っといて。苦手な上司と泊まりの出張へ行くことになり、予約完了。ホテルを予約したのだが、チェックインの時に、予約していた斉藤です。お客様のお部屋は205と608になっております。ご要望通りお部屋は離しておきましたので。と上司がいる前でバラされたこと。京都府京都市テントウムシさんのお前はバカかと言いたかったこと。新婚の夫が、元カノからもらったぬいぐるみを抱いて寝ること。第17位、仲良くなれないと思った社交的または人見知りな人。東京都杉並区かけちんさんの仲良くなれないと思った社交的な人。あ、田中さん、こちらです。どうも。会うのは2回目なのに。よろしくお願いします。斉藤さん、お元気ですか？は？だからお元気ですか？お元気ですか？笑えないギャグで無理やり距離を縮めてくる人。お元気ですか？新潟県妙高市笹門さんの仲良くなれないと思った人見知りな人。人見知りな父とカフェに行き、いらっしゃいませ、ご注文お決まりですか？ホットコーヒー、ミルクコーヒー、ミルクたっぷり、はい、と注文したのだが、かしこまりました、ごゆっくりどうぞ。あれ、ただのミルクが来たので店員さんを呼ぼうとすると、すいません。おいお前、ちょっと待って。え、俺のコーヒー半分入れてやるから絶対呼ばな。店員さん来たらどんな顔していればいいのか分かんないだろう、と言ってきたこと。第16位、秒で嫌いになった関西女子または東京女子の言動。
大阪府大阪市桃江さんの秒で嫌いになった東京女子の言動。いやいや、ゆうたさんほんま優しいんですよ。東京出身の彼氏の実家に行き、お待たせ。ここのうな重すっごく美味しいのよ。ありがとうございます。いやうまそうだな。うな重をいただくことになったが、どうぞ。え、自分だけご飯が一緒に置かれており、あのこのご飯は何ですかと聞くと、関西の方は何でもおかずにしてご飯を召し上がると思ったんだけど、いらなかったと言われたこと。東京都杉並区よもぎさんの秒で嫌いになった関西女子の言動。ねえ、浮気したんでしょ。浮気した彼氏と喧嘩になり、じゃあこの写真の女誰よ。これはこの女と私どっち撮るのよ。ごめん、その子。え、ひどい振られ方をしたので、何やねんそれ。関西出身の友達に相談したら、そんなやつ分かって正解やわ。そうだよね、ありがとう。でもネタできたわと言われたこと。第15位、自分の声が嫌になった時。福岡県久留米市フラワーさんの自分の声が嫌になった時。はい、コールセンターで働いている私は、営業時間は10時から18時でございます。音声ガイダンスのような声なので、あのもしもし、年配の方からの電話は、こちら汐留コールセンターでございます、ご用件をお話しください。一度無言になり、ご用件をどうぞ。あの人間ですか。はい、人間でございます。というやり取りから会話が始まるとき、神奈川県横浜市サッチさんの自分の声が嫌になったとき。やっと集まれたね。ね、いや本当マジ忙しかったんだよね。もう普段ハスキーボイスの私は、はいどうぞ。お邪魔します。付き合いたての彼の前では、こういう服も着るんだ。ちょっとやだ、もう恥ずかしいからあんま見ないでよ。もうあんま見ないでって。もう高い声を意識して出していたが、マジやばかったよね。自宅だったこともあり油断して。あ、そうだ、聞いた、うちのゼミまた試験あるらしいよ。は？マジで？試験多くない？いつの間にか地声になっており、あのさ、んこの数時間で声変わりしたと聞かれた時。第14位、私が気づいた人生をうまくやっていくコツ。鳥取県米子市プッチーニさんの私が気づいた人生をうまくやっていくコツ。職場の上司に行きつけの店へ連れて行ってもらった時。うまい、これが一番うまいです。そうだろう。別の上司の行きつけの店でも、はあ、これが一番うまいです。そうなんだよ。ここはまた別の上司の行きつけの店でも、これが一番うまいっすね。とにかく一番うまいと言っておけば。なあ広瀬、はい、今晩一杯どうだ。はい、お願いします。じゃあ後で。かなりの確率で全員からもう一度誘ってもらえること。愛知県名古屋市寺さんの私が気づいた人生をうまくやっていくコツ。普段から鍛えている私は、なあお前のやり方さ好きじゃねえんだよ。メール送ったらすぐ電話してこいよ。上司から理不尽に怒られても、ダメなんだよ。いざとなれば、この野郎、いや、痛い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 、一
鍛えた体で簡単に倒せることを想像すると、だからダメなんだよ。すみませんでした。心に余裕を持っていられること。頼むぞお前。第13位、結婚して知った夫の意外な一面。大阪府八尾市リンリンさんの結婚して知った夫の意外な一面。ただいま。ちょっと遅いじゃない。遅くなるなら電話してよ。始まった。文句ばっかりうちの妻。結婚してから川柳にはまりだした夫は、ちょっと待て、今日のおかずは味薄い。何言ってんの。夫と喧嘩をした時にも、悪くない、俺は絶対悪くないと五七五で言ってくること。愛知県豊橋市猫たんさんの結婚して知った夫の意外な一面。ちょっとたかし、ゲームばっかりやってないで勉強しなさい。テストも近いんでしょ。うるさいな。ほら、あなたからも何か言ってやってよ。まあまあいいじゃないか、勉強勉強言わなくたって。もういつも甘いんだから。夫は普段優しくてめったに怒らないのに、革命でどうだ。家族で大富豪をやるとすこや。じゃあ革命返し。なんだよちくしょう。ほらさっさと出せよ。おい、お前バカなんだから考えたって一緒なんだよ。目つきも性格も変わること。第12位、私が彼氏にしたくない男。広島県広島市カチューシャさんの私が彼氏にしたくない男。会社で、ね、ちょっと浅野くん、資料はもっと見やすく作ってよ。なるほど。このグラフはもっと大きくして。なるほどなるほど。あとタイトルが小さい。あ、なるほどっすね。といろんなバージョンのなるほどを連発する男。なるほど。神奈川県高座郡せんべいさんの私が彼氏にしたくない男。笑顔がスケベそうな男。第11位、なんかムカつく女の言動。千葉県鎌ケ谷市なあちゃんのなんかムカつく女の言動。職場で、佐藤。はい。よかったな、お前の企画通ったぞ。本当ですか。頑張れよ。美人で仕事もできる同僚が、まったくさ、綺麗ってだけで何かと得よね。企画の中身なんてどうだっていいんじゃないの。妬んだ先輩に嫌味を言われていたので、佐藤さん、あんなの気にしない方がいいよと声をかけたら、妬まれることは昔からよくあって慣れてるので気にしませんと言われたこと。東京都世田谷区恵子ちゃんのなんかムカつく女の言動。会社の休み時間に、ねえねえ、髪をバッサリ切ろうと思うんだけどどう思う？と聞いたら、いいじゃん、似合うと思うよ。うん、私もいいと思う。本当？やめときな。え？今はロングヘアでギリッギリ顔ごまかせてるけど、ベリーショートは顔が全面的に出ちゃう美人しかハマんない髪型だからさと、ベリーショートの全くイケてない同僚に言われたこと。上位トップ10は、第10位、私が生理的に受け入れられない人の言動。埼玉県埼玉市すももさんの私が生理的に受け入れられない人の言動。ねえ佐藤さん、どうしました。今日帰りに何か食べに行かない。先輩からご飯に誘われ、何食べたいと聞かれたので、そうですね、ピザ食べたいですと答えると、
ピッツァね。俺すごく美味しいピッツァを出す店知ってるよ。へえ、ピザで有名な。そうそう、本場で修行したピッツァ職人がいてさ、そこのマルゲリータピッツァが絶品なんだよ。ピザをピッツァということ。兵庫県三田市ウルトラ仮面さんの私が生理的に受け入れられない人の言動。仕事中に上司が背後から指パッチンで私を呼ぶのだが気づかないと、さらに速いリズムでアピールしてきて無視すると、最終的になんで今度やと怒ること。すいません。第9位、もうそういう時代じゃないんだよと思った瞬間。熊本県玉名市ポットさんのもうそういう時代じゃないんだよと思った瞬間。今月スマホ代高くてやばいんだよね。バイトの休憩中、いつも動画見すぎなんだよ。同期の子とスマホのデータ容量について。ゆかはいつもどれくらいデータ使ってる？私は月だいたい7ギガバイトくらいかなと話していると。ねえ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 、その話私にも教えて。ギガバイトってどんなバイトなの？それって時給高いの？とバイト仲間のおばさんが聞いてきた時。東京都板橋区座布団さんのもうそういう時代じゃないんだよと思った瞬間。すみません、こちら部長宛です。おお、ありがとう。取引先の会社の新作発表会の案内に4月10日ズームにて開催しますと書かれているのを読んだ64歳の部長が部員にコピーを配り、大事なメーカーさんの発表会なので必ず参加してください。会場がズームとなっておりますが、地図も住所も記載されておりません。後ほど場所の確認を取ってご連絡いたしますと言った瞬間。かないでしょうけどね。第8位、結婚または離婚は何かと大変だと痛感した時。愛知県名古屋市アルチョコさんの離婚は何かと大変だと痛感した時。あ、そうだ。離婚して名前が菊池から旧姓の松原に戻った私だが、これでよしと。あ、社長ご無沙汰しております。久しぶりに会った取引先の人に、菊池さんも相変わらずだね。あれ名前、あ、何、結婚したんだ。あ、おめでとうございます。結婚したと勘違いされた時。東京都文京区豆さんの結婚は何かと大変だと痛感した時。母さん、お茶おかわり。はいはい。母さん。はい。タオル取って。はいはい。母さん、ちょっと背中かいてくれないか。はいはい。いつまでこの人の面倒を見なければいけないんだろうと思う時。愛知県名古屋市におっぺさんの結婚は何かと大変だと痛感した時。ねえ、洗濯物干してってお願いしたでしょ。仕方ないだろ、俺だって毎日仕事で疲れてるんだよ。家事は分担しようってあなたが言ったのよ。夫と些細なことで喧嘩になった時。あなたいつも何もしないじゃない。もう何なんだよ。あ、母さん今里美と喧嘩してさ。急に母親に電話をかけ始め、うん、母さんが変わってって。もしもし。ああ、さとみさん。はい。悪いんだけど、和樹に口答えしないでほしいの。と言われたとき。
第7位、周りに惹かれた私の金持ちまたは貧乏生活。千葉県船橋市、源さんの周りに惹かれた私の金持ち生活。一戸建てを購入した時に、この壁紙がな、壁紙が思っていたのと違ったので。え、どういうこと？なんでこっちの方がいいだろう。信じられない。もう一軒家を購入して彼女に惹かれたこと。神奈川県海老名市、春さんの周りに惹かれた私の貧乏生活。我が家は貧乏で、家に米もおかずもなかったので、あ、仕方なく学校の弁当にもらい物のせんべいをきっちり詰めて持っていったら、何その弁当、友達にドン引きされたこと。第6位、こいつ東京の人じゃないなと思った時。兵庫県神戸市、ハムコさんのこいつ東京の人じゃないなと思った時。あ、いえ、こっちこっち。あ、おはよう。田舎から出てきた私が東京の大学に入り、ものすごく都会的で洗練された先輩を見て、やっぱり東京の人は違うと圧倒されていたら。あ、今日どうする？グッパーで2つに分かれようか。オッケー。グッパー、はい、ドスコンベ、はい、ドスコンベ。グッパーでグループ分けするとき、お国言葉丸出しでドスコンベと言ったとき。埼玉県埼玉市、モルさんのこいつ東京の人じゃないなと思ったとき。地方の観光地で食事をしているとき。いや、ほんといいとこですね。いやー、のどかっすね、車も少ないし。ほんとここは空気がうまいっすね。隣の大学生グループが、お二人はどちらからいらしたんですかと聞かれ、東京の方からです。ああ、東京から。はい、東京の方から。東京からではなく東京の方からという人は絶対に東京出身ではない。第5位、こんな人との結婚は無理と思った瞬間。北海道札幌市、のっぽちゃんのこんな人との結婚は無理と思った瞬間。こちら、お付き合いしているひろゆきさん。遠距離恋愛中の彼と同棲することを決め、実は今度ゆきさんと同棲したいと思いまして。彼が両親にその報告に来た時。ねえ、お父さんいいでしょ。父が不安を押し殺して、結婚前提ということでいいんでしょうかと聞くと、それは住んでみないと分かりませんと悪気なく言った時。いや、東京都板橋区、 GA さんのこんな人との結婚は無理と思った瞬間。ごめん、お待たせ。私の彼氏は、貸して、それ重いだろ。 ありがとう。よし、重い荷物を持ってくれたり。ね、腕出して。ん？どうしたの？はい、プレゼント。え、なんで？ん？前お店で欲しそうに見てたでしょ。プレゼントをくれたり、いつも尽くしてくれるので。ねえ、なんでこんなに優しくしてくれるの？と聞くと、だって結婚したら家事も料理も全部やってもらうわけだし、将来の投資だと思えば何でもないよと言われた時。沖縄県中上郡、ゆいまーるさんのこんな人との結婚は無理と思った瞬間。本当に美味しいね。ずっと憧れていた彼との初めての食事中、こんな柔らかいお肉初めて。彼がソースのついたナイフを舐めていた時。
第4位、この男薄っぺらいなと思った瞬間。神奈川県横須賀市もちこさんのこの男薄っぺらいなと思った瞬間。初めてのデートで、失礼いたします、お会計が5617円です。これでごちそうしてくれた彼が、翌週のデートで4583円です。この間出してもらったから今日は私が。前回5617円だったよね。え、前回の支払い金額をきっちり覚えていただけではなく、今日のは前回より一人分517円少ないよね。だから次の店もお願いしていいかなと言った時、東京都八王子市クレアさんのこの男薄っぺらいなと思った瞬間。それじゃあお先に。会社で、お疲れサマンサ。いつもしょうもない冗談を言ってくる上司に対して、10部コピーしといて、サイズは A4 で。 A4？ 場がしらけないように笑っていたら、その上司から、なあお前俺のこと好きなの？と言われた時、いや、いよいよトップ3を発表。まずは第3位、自分の食生活が異常だと気づいた瞬間。岐阜県本巣市メロンさんの自分の食生活が異常だと気づいた瞬間。はい、お待ち。うわー、すごい美味しそう。ちょっと気になる職場の後輩とラーメンを食べに行った時、ここのラーメンマジやばいから、じゃあ先輩いただきます。マヨネーズ好きの私はいつもマヨネーズを持ち歩いており、ラーメンの麺が見えなくなるほどかけたら、先輩何やってるんですか？後輩にドン引きされた瞬間。茨城県つくば市瓶底黒メガネさんの自分の食生活が異常だと気づいた瞬間。自宅で友人と食事した後、いやーデザート行こっか、ケーキ楽しみ。我が家ではいつもそうしていたのだが、いただきます。ケーキを一口食べて飲み込む前に味噌汁を流し込み口で混ぜると、なんで味噌汁飲んでんの？と驚かれた瞬間。続いて第2位は、うちの親マジヤバいなと思った時。岐阜県本巣市ショックさんのうちの親マジヤバいなと思った時。話って何？高校生の時、そこに座りなさい。何？母親に呼ばれ改まった口調で、今まであなたを可愛い可愛いと言って育ててきたけど、実はブサイクです。は？だからしっかり勉強していい大学に行きなさい。と言われ、父の方に目をやると、何も言わずただうなずいていた時、東京都清瀬市松井さんのうちの親マジヤバいなと思った時。高校受験の面接で、ではお嬢さんの長所を教えてください。と聞かれた父が、しばらく考え込み、今は見当たらない。前はあったんですけどね。本当ですよ。と言ったとき、福井県福井市みかんさんのうちの親マジヤバいなと思ったとき。なあちょっといいか。シングルファーザーの父から、大事な話がある。何？改まって。実は今お前と同じ年の女性とお付き合いしている。と言われ、やめてよ気持ち悪い、せめてお父さんと同じ世代の人と付き合ってよ。と反対すると、ない、だってしょうがないだろ、同じ世代の人はみんなおばさんに見えて恋愛対象に入らないんだ。
と言われた時。そして再生回数500万回を超えた再現 VTR 第1位は、私って頭がいいなと思った時。山口県山陽小野田市アジサイさんの私って頭がいいなと思った時。ざーす。あ、中田くん、今日こそハンコ持ってきたよね。経費の精算とっくに締め切り過ぎてるんだからね。会社に印鑑を持ってくるのを忘れてしまったので。ごめん、ちょっとハンコ貸して。どうしたんですか中田さん。いいからいいから、すぐ返すって。後輩の田中のハンコを逆さまにして代用した時。東京都豊島区宮田さんの私って頭がいいなと思った時。いや、僕なんて3キロも太っちゃいましたよ。会社の先輩とリモート飲み会中、深い時間になり、そろそろ抜けたくなったので、スマホで、ねえパパ、娘の動画を流し、パパ、はいはい、ちょっと待っててね。起きてきちゃった？あ、すいません、一旦寝かしつけてくるんで抜けますね。 OK、 お疲れ。芝居を打って退出した時。ということで、さんま御殿再現 VTR 傑作選再生回数ランキングベスト30でした。